私は流され作業員というお話です。今日から仕事をすることになった片口くんです。早速挨拶をしてください。片口です。今日からお世話になります。よろしくお願いします。じゃあ片口くん、私についてきてください。工場内を案内しますからね。はい、わかりました。片口くんは仕事は長く続く方かな。え、うちはね、仕事をすぐ辞める人が多いんだね。そうなんですか。まあ仕方がないんですよ、いろいろとね。ここがトイレになるよ。そしてね、そこを右に行くと事務所になるよ。で、ここが作業場です。早速だけど中に入ってください。はい、はい、わかりました。私は入り口を開け、作業場に入った。おや、なんだなんだ、人間と生産物が逆方向に同時に流れている。流れ作業なら普通生産物だけが流れているはずなのに、人間もコンベヤーの上に乗って動いている。なんか変だな。仕事は検品だと聞いてるけど。さあ片口くん、作業を開始してください。そこに乗ってからね、先ほど説明した通りに仕事をしてください。はい。なんだ、いきなりか。少し変だけどやるしかないな。で、一体どこに乗るんだ。ここか。こりゃ乗るのにも一苦労しそうだな。だって動いてんだからさ、ドキドキする。早く乗らないと列を乱しますからね。早く乗ってください。はい。早くしなければ、初日から列を乱したら2日目も乱してしまうかもしれない。どうしよう、ドキドキする。しょうがない、早く早く乗ろう。よいしょ、よいしょだ。うわー、バシー、危ねえぜ新人さん。気をつけなよ。何かあったら何でもいいから俺に相談しな。どうもありがとうございます。危なかった、やってしまった。初日から失敗をしてしまったよ。でもあの人は私が失敗することが分かっていたかのように助けてくれたよ。ものすごくたくましさを感じたけど、なんかそれと同時に怪しさも感じたな。なんかこう、この仕事は今までにない感じがするな。周りの人たちもなんだか雰囲気がおかしいしな。でもなんでコンベヤに乗らなきゃならないんだろう。人間は乗らずにさ、生産物だけ流しとけばいいのに。まあ仕方ないか。でもさ、助けてくれた人には感謝しなきゃな。よし、ちゃんと仕事だ。検品検品。ウィーン。検品といってもな、どれが不良品かさっぱりわかんないな。そうだ、よく仕事は見て覚えろと言われている。あれだ、取ったぞ。あれが不良品だ。よし、次こそは俺が取ってやる。でもなかなかそんな不良品は流れてこないよな。頑張ろう。来たぞ、これだ。パフ。グッドグッド、片口さん。よかった、間違ってなかった。よし、なんとなく分かったぞ。だけどあの人、わざと流してくれたのかな。しっかりと見られていた。しかもな、あの拳はたくましさを感じさせるけど、今時ああいうグッドはどうなんだろうかな。まあいいや、よし、どんどん取るぞ。ウィーン。まあなかなかあるもんじゃないな。たまにしか不良品なんて流れてこないよな。なんかな、ちょっと気持ち悪くなってきたな。
あれあれ、いつの間にか12時だぞ。やっとお昼だな。でもみんなまだ仕事をしている。でもさすがにそろそろだろう。まさかここはお昼休みがないってことはないだろうな。うん、いやでも少し遅れてるだけだよな。片口さん、早いとこお昼食べちゃいなよ。え、食べちゃえって言われても。あら、いつの間に、あ、カツカレーが流れてきている。コンベアの流れも同一方向になっている。あ、そんなことより休憩所で食べるんじゃないのかよ。だけどみんな美味しそうに食べてるな。ここが、このやり方だったら仕方ないな。従うしかないよ。いただきます。もぐもぐもぐ。あー、食べてる気がしないな。なんか最初から変な感じはしてたんだよな。でもしょうがない、美味しく食べる努力をしなきゃな。あれあれ、流れが変わった。私のカツカレーが遠くに遠くに行ってしまっている。あー、なんだよ、まだお昼食べやってないよ。なんだよこれ。あ、そうか、だからあの人は早く食べちまいなって言ってたんだよ。おいおい、先に行ってくれよ。言ってたのか。もうわけがわかんないよ。食べ終わってないぞ俺は。この怒りをどこにぶつければいいんだ。ちくしょう。くそ、こうなったらな、こいつら全員に勝ってやるしかないんだよ。もう追いついて追い抜くしかないよ。私は我を忘れるほど怒りがこみ上げていた。しかしお月を取り戻した時、私は気がついた。追い越すと言ったってこれじゃ追い抜くこともできないよな。そして追い抜かれることもできないよな。こんな状況じゃな。なんだ、おかしいよ、おかしいな。私はもう限界に達していた。とても不安で思考力が欠け始めていた。なんかわけがわからないな。気分もすくれないしな。もうダメだ、やめよう。こんな毎日じゃな。あー、参ったな。なんかクラッとするよ。クラッとする。あー、その時何かがぷっつりと切れた。放心状態を超えていた。もう一日が終わろうとしていたが、心と体が、そして頭が回り始め、果てしなく遠くへ流されていくのを感じた。ズズーン、バターン。気を失った彼が倒れた。危険と書かれた不良品シュレッダーのラインに倒れた。おお、片口さん、やべえ、これじゃまた粉々になっちまうぜ。おう、やべえぜ。わあ、助けるぞ、助けるぞ、今度こそ。わあ、ガガ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 ガ、間に合わなかった。くそ、また繰り返しじゃねえかよ。一体何なんだよ。ザザザザザザ、ブオーン。これでもう今月3人目じゃないですか。ああ、今月はもう3人目なんですね。まあまあ仕方がないですよ。またね、募集でもしますよ。ね、代わりはいくらでもいますからね。ドラーン。終わり。皆様いつもご視聴ありがとうございます。スランプ TV の江森でございます。夏のね、暑さ、そしてね、紫外線、外に出たくないな。ね、そんな時はね、動画を見て
楽しんでください。ぜひともね、皆さんチャンネル登録お願いします。そして携帯やねスマホの方はですね、下のですね登録チャンネルボタンをクリックお願いします。 Please subscribe!